こんにちは、吉澤です。今回はですね、こちらの、スウェーデン軍の M59 コート、まあ、M59 ジャケットの方でもいいんですが、まあ、結構スウェーデン軍のジャケットコートなど、この襟章がついてるものが、多くあります。でネットショップで買う場合、まあ、襟章がつく場合もありますのように、まあ、送られてくるまでこれがついてるかついてないか、まあ、わかんないような状態で、販売されているお店さんも多いと思います。で、まあ、個人的にこれはちょっとミリタリー感が出すぎて、まあ、あんまり好きじゃないんですよね。まあ、ですので、まあ、できればない方がいいかなっていう、まあ、思ってる方ですね。まあ、それ、まあ、これの好き好きは個人差あると思うんですけれど、まあ、これが嫌だなと思う方もいらっしゃるかと思いますんで、こちら、まあ、簡単にですね、まあ、カッターがあれば、外すことができるので、まあ、外し方というか、まあ、外すとどうなるかっていうのをちょっと、動画にしてみたいなと思います。一応ですね、これは、まあ、この洋服というかコートが出来上がって、まあ、後からまあ、縫い付けられているので、まあ、簡単にですね、外すことができます。まあ、もしかすると、ものによっては、なんていうんですかね、アイロンのりのようなもので、ベタっとくっついてしまっているものもあるかとは思うんですが、基本的には、まあ、後から縫い付けているだけになりますね。まあ、この部分と、ここですね、ここが縫われてるだけですので、このこことこの内側、襟の裏側、ここの部分のステッチを外せば、綺麗に取ることができます。それではやってみたいと思います。こんな感じですね。ちょっと針穴が残ります。こうやって揉んであげると、まあ、目立たなくなりますね。でこちら側も外していきます。こちらの下側ですね。こちらじゃなくて、ここも後から、縫ってるだけですんで、まあ、ここのステッチを外せば取れます。で間違ってこちら側から、外さないように気をつけてください。こっちから
ですね、カッター入れてしまうと、まあ、洋服自体縫ったステッチをほどいてしまう可能性があるんで、こちらのこちら側からカッターを入れる感じですね。こんな感じです。綺麗に外してますね、外せてますね。でここの、まあ、ステッチ穴なんですが、まあ、針穴、まあ、このままでもまあ、ほぼほぼ着る分には目立たないかなとは思うんですが、まあ、気になる方は、スチームアイロンで、アイロンですね、当ててみると、まあ、生地が縮まって、さらに目立たなくなりますね。まあ、一回洗濯してしまうっていうのもいいと思うんですが、まあ、洗濯したり、スチームアイロンかけていただくと、より目立たなくなるかなと思います。で1個注意点としては、ユーズドですね、古着の状態ですと、まあ、外した後、まあ、ここの部分が色が濃く残ってしまったりとか、まあ、色差が出たりする可能性があるので、まあ、あまりおすすめできないかなと思いますね。まあ、ちょっと様子を見てその辺は、まあ、チャレンジしていただくのがいいかなと思います。なるべくデッドストックの、洗濯する前に、まあ、一番初めに、取っていただくのが、一番綺麗に取れるかと思います。それではここまでご覧いただきありがとうございます。